never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see? はい、皆さんこんばんは、サスライナーキングです。ちょっとね、放送をですね、ちょっと保留にしようかなと思ったらスタートしちゃったんで、もうスタートしちゃいます。はい、ということで ST さんこんばんは、バイクマンさんこんばんは、イチローさんこんばんは、パイセンさんもいたかな、パイセンさんもこんばんは、ありがとうございます。はい、ということで、ビッグパイパー再販分なんですけども、これなんかマークデカールが限定セットなのか、デカールって最初のやつについてなかったんですかね、再販にしかついてないのかな、これね、これが別物だったんですけども、これは再販にしかついてないのかな、ね、よくわかんないんですけども、あ、ヘクタさんもこんばんは、声出てますかね、声出てる、あ、出てますね、声出てる感じかな、ちょっと遅延してますね、やっぱり音のバランスはもうちょっとかな、これぐらい BGM 入れても大丈夫かな、まあいいでしょう、こんな感じですね。はい、皆さんこんばんは、ヘクターさんもこんばんは、ハンバーグさんもこんばんは、ありがとうございます、開封動画があると、デルタさんもこんばんは、ありがとうございます。はい、それではビッグファイバーね、成り行き上スタートしていきましょうか。これね、スナップフィットなのかな、スナップフィットなのかなってちょっと思いますよね。落とし気味になってるんで、これぐらいがいいのかな、ちょっと聞いてみますね。これぐらいかな。はい、じゃあ行きましょうか。
はい、ということで作っていきたいと思いますね。かっこいいですね。まあ、キットとしては140円で出てたんです。そんなに大きくないんですよね。ちょっと小ぶりと言えるかもしれないんですけども、ちょっと小ぶりと言えるかもしれないんですけども、そんなに大きくないですね。ヒントあると肌があるんですよね。アミさんこんばんは。行きましょう。グラディウスビッグパイパーね。ビッグパイパー。ビッグバイパー。ビッグビッグなんですよね。ビッグじゃなくてビッグですね。ビッグじゃなくてビッグでバイパーですね。ね。適当に言うてますけども。はい、それでは組んでいきましょう。スナップフィットだと思うんですよね。順番に行きましょうか。機種の組み立て。これかね、これパーツのこの大きさとなんか絵の大きさがね、なんとなく合ってないんですよね。絵の大きさが なんか今一つ合ってない感じがするんですけど、合ってないというかね、これで見ると大きく見えるんですけど、実際のパーツはね、これぐらいなんですよね。実際のパーツはこれぐらいなんで、挿絵とこのあれが合ってないっちゃ合ってないですね。合ってないというか、ちょっとスケール感がちょっと違うというかね。はい、でしょう。これコクピットのとこですね。これコクピット周りですね。ちょっとバンダイさんとは違うんで。削っていきましょうか。で、処理しましょう。ちょっと蒸し暑いな。ちょっとですね、クーラーかけて。蒸し暑い。あ、くせ者さん、こんばんは。くせ者さん、初見さんかな？くせ者さん、初見さんですかね。ありがとうございます。はい。ちょっと。これ実はね、ルーペライトを使って、老眼だもんで、ルーペライト使ってるんですけど、ルーペライト使うとね、明かりが当たりすぎて、皆さんの見てる画面が白飛びするんですよね。白飛びしたって申し訳ないんですけども。思ったほどね、キットの大きさが大きくない。144分の1の戦闘機が本当にあれですね。ガンプラで言うとドップみたいな感じですよ。全長はこれぐらいにはなると思うんですけど、あれよりは大きくないですね。アローヘッドよりは小ぶりだと思いますね。あ、開封動画の BGM ね、ちょっと戦闘っぽいやつにね、ハンバーグさんしようかなと思って、ちょっと戦闘シーンみたいな感じでね、グラディウスも多分ね、プレイステーションのショップで安くね、1000円以下でダウンロードできると思うんですけど、とりあえず R タイプが全く進んでないというかね、ご存知の方はご存知かもしれませんけど、サブチャンでやってる R タイプのね、最新版の R タイプがね、全然進まないですね。相変わらず下手れなんで。てか R タイプが難しすぎるんですよね。R タイプが難しすぎるんですよ。グラディウスだったらいけるかな、先まで。グラディウスだったら頑張ったらクリアできるかな。R タイプはもうね、巨大戦艦のところで全く止まってますからね。うん、グラディウス4のクリア。ね。グラディウス4ならクリアできるのかってアメーゾーみたいな感じですよね。もう反射神経が死んでますからね。反射神経が死に絶えたおっさんですからね。グラディウスが4、グラディウス4ってどれぐらいの難易度なんだろう。皆さんご存知でしょう。グラディウス4どれぐらいの難易度なんですかね。アキンドの基準でいくと、アキンドの基準でいくと、R タイプを、10とするとグラディウス4はどれぐらいの難易度なんでしょうね。知ってる方いたらぜひ教えていただきたい。 R タイプよりかは簡単だと思うんですけど、ね、グラディウス4は R タイプよりも簡単。超暗記。
皆さん超兄貴だとあれですよね、プラモがないっていうかそのあ、セルトさんこんばんは。そう、結構ね、結構これ小ぶりなんですよ。結構ね小ぶり、説明書はねでかく書いてあるんですけど、結構ね小ぶりなんですよこれ。あ、これがコックピットなんだ。これでもはめちゃうと濡れないですね。はめちゃうと濡れないですね。まあいいか、はめちゃうと濡れない感じがするんだけどいいかな。大丈夫かな。これコックピットですよね。これコックピットだよな。はめちゃうと濡れなくなっちゃう感じですね。やってしまうと濡れない。4は結構むずい。マジっすか。グラディウス4はむずい。グラディウスと R タイプはどっちが難しいんでしょうね。瓦礫ならあったかな。グラディウスと R タイプだとどっちが難しいんだろう。比較難しいかもしれないですよね。グラディウスと R タイプはどっちが難しいんだろう。ゲートカット中級。ゲートカット中。ここはまっすぐ切る。ここは残せですね。ちょっと残す感じか。あ、細けえな。細かいですね。おう、なくなったらもう二度と探せない。二度と探せにな。BGM 流れてますかね、ちゃんと放送は。BGM 流れてるかな。あ、流れてますね。グラフォーは激ムズの鬼畜難易度。マジっすか。グラフォーは激ムズの鬼畜難易度。超面白い。マゾ。ね、ちょっとマゾっぽいんですかね。R タイプとグラフォーはどっちが難しいんですかね。R タイプよか難しいってことですか。R タイプでも難しいシューティングゲームは世の中にあるんですか。しかもフル稼働のアドン&サムソン。フル稼働なんですか、皆さん。超兄貴がフル稼働になっていてどうなるんだ一体。超兄貴のフル稼働ってよくわかんないですけど、超兄貴のフル稼働ってすげえな。それはそれでなんかすごいですね。ん、パーツがはまらないぞ。あ、これ後なんだ。これはめてからこれなんですね。これはめてから、あー、ほんとだ。これはめてこれですね。これはめる前に、なんかパイロットがいるんですけど、パイロットが。わかりにくいけど、これわかりますかね。ちょっとアップにしますね。パイロットなんですよ、これ。これパイロットですね。パイロットがちゃんと。今度5版のビッグファイバーも出ますが、あっちも高難易度、難しいのばっかりじゃないですか。もっと素人ね、おっさんに優しいなんかこう達成感だけをなんか純粋に味わえるようなシューティングゲームはないんですか、ね、そんなぬるいシューティングゲームはシューティングじゃねえっていう方が多いと思うんですけど、そんなぬるいやつはシューティングゲームすんなって感じですね。これパイロットちっちゃい。パイロットちっちゃい。ポジングし放題。 R タイプはフル装備なら手いない。そうね、武器がついてっときゃ強いんですよね、 R タイプって。でもなくなった途端に激ムズになるんですよ、ゲームが。激ムズになるんですよ。小さい。
ね、まあでも144分の1だとこれぐらいですよね、パイロットの大きさ。だってね、HG に乗ってるパイロットってこんなもんじゃないですか。細けえ。なくなったら二度と見つかんないですね、これ。SO がわかるか。ね、小さい。昔、メサイアの下請けでゲーム作ってました。あ、そうなんですか。一郎さん、ゲームの開発やられてたんですね。なんか、そんな話を前されてたような気もしますね。これ、コクピット。股に挟むのかな？股に挟む感じ？あ、挟み込む感じですね。挟み込んで、これで挟み込むんですね。ほうほう。ある意味精密ですね、これ。ある意味めっちゃ精密やな。ある意味めっちゃ精密やな。おう。こんな感じなんですね。確か乗り込んでる。わかりますかね、これ。コクピット、なんちゅう芸の細かさや。大きくすればいいじゃんと思うんですけど、プランもでかくすればいいじゃんと思うんですけど、144分の100分の1ぐらいで作ればいいじゃんと思うんですけど、こんな感じですね。ちゃんと乗り込んでますね。お分かりでしょうか。ちゃんとまたいでるんですよ、コクピット、ね、これどうすべ、どうしよう。これちょっとあれですね、どうやって塗ろう。これ先に塗装しとかないとダメですね。でこれでコクピットパーツ挟むんですよ。なんで中のこうコクピットの作り込みは素晴らしいんですけど、どうやって塗装しようかなって感じですね。グラディウスはむずいから人気。何ですか。なんでそんなみんな難しいゲームが好きなんですか、ね、なんでそんなみんな難しいゲームをやりたがるんですか。もっとサクサクこうバンバン飛ばしていくシューティングゲームとかにしましょうよ。まあ R タイプも難しいからこそ面白いっていうのは確かにありますけどね。そうか、簡単にクリアできるゲームはあれなんですね。あんまりこう、ね、やる人の心をときめかさないんですかね。グラディウスをやられた時の音が嫌。え、どんな音するんですか。グラディウスはきんとあんま覚えてないっていうか、やったことちょっとあるような気がするんですけど、やられた時の音ってどんな音なんだろう。チュドーンとかいう感じ、チュドーンみたいな音ですかね。チュドーンかな。そんな音するんだ。ドチュンドチュンチュン、なんすかそれ。ドチュンドチュンチュンっていうんですか。ドチュンドチュンチュンって言うんですか。そんなやられ方音が、やられ音なんですか。そんなやられ方の音でやられるんです。はい、コクピットこんな感じですね。攻めが消しにくいけど、ここ見えねえぞという感じですね。緊密にできてるけど、いや、これ先に塗っとかないとダメですね。これ先に塗っとかないとダメだし、合わせ目もなんか若干出るし。ちょっと塗装が難しいですね。でもちゃんとパイロットがね、この後のオーバーフェンダーみたいなところ、頭にこうね、かかるところで作ってあるんで、これは見えるか見えないかって感じですけどね。キャノピーついちゃうんだろうな、しかしここからこの上に。キャノピーつくんですよね。キャノピーつくと、さらにわからないけど、まあ、戦闘機のね、飛行機と、ね、戦闘機のプラモデルってこういうもんですよね。ロックマンのやられよん。サラマンダーもやってたな、透明のカセット。あ、サラマンダーね、あの蛇のマークのやつですよね。ロックマンのやられ音ってなんですか。プシューってやつですか。プシューって砕けるやつですか。そういう話を聞くたびに、あのミオさんは一体いくつなのかっていつも思いますよね。ミオさんは一体おいくつなのって感じ。ティウン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 。サラマンダは名作です。本当にセンスがいいね。名作ゲームいっぱいありますね。
プラムさん結構ね、この辺出してくれますからね。またちょっとまあキットとしてはプラスチックの量とかプラモデルのパーツとか見るとね、ガンプラに比べるとちょっと割高かもしれないっていうのは若干ありますけどね。若干割高ですね。若干割高だけど、まあ、好きな人には関係ないでしょうね。この好きで買う人には関係ないでしょうね、きっと。あ、キンダムアローヘッド持ってますからね。いつになったら組めるのか、アローヘッド持ってますけどね。アローヘッドはいつになったら本当組めるんだろう、ね、R タイプクリアしたら作るとか言わなきゃよかったですね。いつまで経っても作れないですね。いつまで経っても作れないです。永遠に作れないような気がする。永遠に作れないような気がしてきた。シューティングだとザナックが好きだったんだ。家に古いカセットが結構あるの。ああそうなんですね。お父さんがやってたのかな。じゃあお兄さんの場合はお父さんがやられてたんですかね。お兄さんだとそんなに年離れてないですもんね。お兄さん、お父さんがやってたんじゃない。お父さんがやってたのか。お父さん好きだったのかな、シューティング。先輩もグラディウスやられようが嫌で、すごいスピードでリセットやれる音が嫌でペッてリセット押すんですね。なんか皆さんやっぱいろいろこうありますね、シューティングゲームに思い入れがいろいろありますね。面白いですね。面白いとか言ってちょっと失礼なんですけど、なんか皆さん思い出があるんですね。キャノピーアンダーゲートですね、これ。アンダーゲートじゃん、これ。めちゃめちゃアンダーゲートですね。これがつくよ。こうつくんですね。あ、ぴったり。ぴったりですね。ハマりがいいですね。ハマりがいいですね。コクピットの中見えるっちゃ見えますね。見えるっちゃ見えるな。開閉状態にはできないんですね、これ。開の状態にはできないんだ。くっつけちゃうしかないですね。このコックピット周りのこの黒いところにこのデカールがつくんですね。これがコックピット周りにつくデカールですね。この間のところの黒いやつは自分で塗れってことか。でここに黒い線があるんですけど、これは自分で塗りなはれみたいな感じです。いや違うわ、デカールついてますね。デカールついてるな。ここもちゃんとデカールでカバーできるようになってますね。へー、ちょっと濡れない飽きるのには嬉しいですね、これ。マスもしくはマスキングテープをつけてくれると嬉しいですね。あ、かっこいいですね、コックピット。ちっちゃいけど、ちゃんと操縦席に人が乗ってます。あ、ソワさん、こんばんは。おうどんいただきました、お腹いっぱい。名前忘れたけど、空飛ぶ女の子とでっかいコアラと戦うシューティングゲーム。そんなあるんですか。なんだそりゃ。そんなゲームがあるんですね。でっかいコアラと戦うゲーム。へえ、そんなあるんだ。 B の2、これだ。でっかいコアラと戦うゲーム。そんなあるんですか。狭い広い、こうか。このパーツはなぜ分割されてるんだろう。なぜこのパーツは分割されてるんだと思うぐらい、なんかちっちゃいな。おうどんは美味しいのでカロリーゼロ。
今日は麻婆豆腐でした。米抜きなのでゼロカロリー。あ、宇治さんこんばんは。はい、再販ビッグパイパー作ってます。再販ビッグパイパー作ってます。デカール、デカールセットって書いてあるけど、でも初回はデカールがなかったってことなのかな。初回はデカールがなかったんですかね、これ。初回はデカール、なんかパッチチ、パッチチな。高橋さんこんばんは。今ユニコーンにデカール貼ってます。マルサンコンペかな、マルサンコンペなんですかね。アキンドは塗装ができなくて制作が止まっております。塗装ができず制作が止まっております。マルサンコンペの塗装ができず制作がストップしております。はい、で艦首 B の5、B の5、これか、これですね、これが頭、これが頭ですね。明日はウルトラマンの日、この間ガンダムの日だったですね。ひょっとして M78 星雲とかそういう M78 星雲違うか、ウルトラマンが来たのはウルトラマンです。これが先っぽですね。これが先っぽで、こう、これが監視っていうか先っぽですね。先っぽ言うてもね、ビッグパイプは両方から半分パーツがあるから、こんな感じ。これ監視、ポケットの中塗りたいですね、綺麗に。スナップフィットだな、やっぱこれ。今さら何言うとんの、スナップフィットですな、これ。なんかこう戦闘機のパネルラインがパーツ分割されてて合わせ目が出ないようになっているんですね、これ。調子こいて削ってるとパーツ合わなくなりますね。調子こいて削ってるとパーツが合わなくなるな、これ。削りすぎないように気をつけないといけないですね。削りすぎちゃうとパーツが合わないですね。明日は納豆の日。ジンの塗装をやってて今組んでる。ウルトラマン前夜祭だったか、第1話の放送日。あ、そうなんだ。第1話の放送日がウルトラマンの日だったんですね。へえ。あ、こんな感じですね。こんな感じ。こんな感じです。ちょっと分かりにくいんですけど、戦闘機、飛行機のプラモデルってかっこいいですね。飛行機のプラモデルってかっこいいな。なんかキャラモデルにはないかっこよさがありますね。飛行機のプラモデルってかっこいいな。飛行機作る方はちょっと尊敬するんですけど、飛行機のプラモデルってかっこいいですね。かっこいいな。ウルトラマンが7月10日に放送されたことで、その日にウルトラマンの日、あ、その日がウルトラマンの日ですね。7月10日がウルトラマンの日なんだ。へえ、そうなんですね。
なんか語呂合わせがあるのかと思ったらそういうことじゃないですね。そういうことじゃないんだ。語呂合わせで決まってるわけじゃないですね。1月10日は、あ、パイセンさん誕生日なんですか。お誕生日、明日お誕生日だ、パイセンさん。おめでとうございます。パイセンさん誕生日。長谷川のバルキリー。え、長谷川のバルキリーかっこいいんですか。マクロスブームが来てるアキンドなんですよ。マクロスのプラモデルを、あのワルキューレの歌を歌いながら作りたい。なんだそれ。マクロスのプラモデルをワルキューレの歌を歌いながら作りたいアキンドですね。6。キューレの歌を歌いながら作りたい。ん？これ、あ、ここだけは接着なんだ。ここ接着ですね。接着剤のマークはやっと出たな。ここは接着なんですね。接着どうしようかな。接着しちまうと後が困るな。ここだけちょっとマステンしましょうか。ちょっとだけマステンするか。ちょっと接着しちゃうわけにいかないですね。なんとなくくっついてるんですけど、なんとなくくっついてるからどうしようかな。ちょっとマステ貼ってみましょうか。でもなくなったら嫌ですよね。北大西洋条約機構 NATO。キットは組みやすいんですよね。なんかね、長谷川のバルキリーいいですね。長谷川のキットも食ってみたいですね。どうせ戦闘機作るんだったらバルキリーですよね。バルキリーね。ちょっとこれマスター貼っときますね。なくなったら嫌だから、ここだけマスターっておきますね。これあと、ここだけ接着なんですね。ここ以外は接着がないんだよな。E の6。結構な色プラ、ここも接着なのかな。ここも接着？ん？ F パーツだ、これか。 F パーツ、こんなちっちゃいパーツつけるの。ランナーの状態のまま組みます。くっつけてからゲート離せって書いてますね。こんなんつくのこれ。こんな横担当みたいなやつつけられるのかな。ちょっと待ってくださいね。これなんかすげえこと書いてあんな。見えないぞこれ。おおおおおお、怖い。こんなの怖くてつけられないですね。おおお、これはあかんわ。ね、原さん、ここのこれね、ちっこいね、翼担当みたいなパーツがあるんですけど、これは切り離すとつけないから、この状態でくっつけて後で切り離せって書いてあるんですよ。でもこれちょっとやめときますね。これはでも本組の時につけますね。これはちょっと今はつけられない。これはちょっとつけられない。今はちょっとつけられないです ね。これパーツ切り離すとなくなっちゃうから、これにくっつけてからつけろって書いてますね。
あたしさんこんばんは。妖怪レーダーね、これはちょっと危ないっすよ。めちゃくちゃちっちゃいっすよ、このパーツ。これすげえちっちゃい。危なすぎるわ、危なすぎるわ、ね、妖怪がもう完全にスタンバって待ってるみたいな感じだ。ね、ここ接着じゃないんだ。接着しなくてくっつくの、これここ接着しないでくっつくのかって感じですね。俺がダボを切っちゃったのか、あ、ダボ切っちゃったのかな。あ、ダボ削り落としちゃったんですね、アキンドが。あ、本当だ、ダボだこれ。あ、削り落としちゃいましたね。しまった、ここも結局結果的に接着になりましたね。ダボを切っちゃいましたね。いや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 、ダボだったんだ。やってもた。ね、バルさんこれピン切っちゃった。ピン切っちゃいました。どっちみち接着になりますね。ピン切っちゃったんで、ピンをね削り落としちゃった。とりあえずマステ、とりあえずマステ。でもこれは接着した方がいいですね。接着した方がいいと思いますよ。E の3、 E の3ってどれ、これか、これはちょっと気ぃつけないとあかんところですね。なんか気ぃつけないといけない。やっちまいますね。これは接着した方がいいですよね。これはめ込みだとなくなっちゃうな、パーツ。ダボなんて飾り、なかなか。またこれちっちゃいんですよね、これパーツがめちゃめちゃちっちゃい。もうスキールがもうちょっとでかく作れなかったのかな。144分の1だけダメなんですかね、これ。100分の1ぐらいに作れなかったのかな、プランマ。144分の1じゃなきゃダメなんですかね。こんな感じです。かっこいいな。色分けかっこいいですね。ね、翼のこのシルエットがかっこいい。飛行機ってかっこいいな。飛行機かっこいいですね。ダボカーツ、ね。飛行機かっこいいですね。かっこいい。なんか意外とパーツ少ねえから簡単に作れるかと思ったら甘いですね。甘いですね、これ。簡単に作れるとか思ってたら甘いですね。そんな甘えもんじゃねえな、プラムさん。よくダボとか気ぃつけて切らないと本当にいっちゃいますね、ダボが。ダボいっちゃいますね。ダボいっちゃうな。昔の ピンとダボをはめてもパーツがずれてつく、そんな感じですよね。ちょっとまたマステで止めておこう。恐ろしい。なんとなく固定されるけど危ない危ない危ないですね。ここ貼っとこう。翼担当パーツを何個か飛ばして1個だけどうしても見つからず、ランナーから無理やり作成。そうですよね、これ翼担当のパーツがねめちゃくちゃちっちゃいんですよね。なんじゃこりゃっていう大きさなんですよ、この翼担当のこのパーツがね。ウルトラちっちゃいんですよ、これ。これ本当にね、ランナークズみたいな感じなんですよ、まあ、切り飛ばしたら二度と見つからないですよっていうぐらいちっちゃいので、これはちょっと
注意しないといけないですね。あとダボね、ダボも行ってしまいますね。気抜くと削り落としちゃいますね、これ簡単に。危険やわ。これ押さえとこう。危ないですね。切っちゃう。翼担当は最後の最後につけますね。最後の最後につけよう。今つけたら確実にどっか行ってしまいますね。今つけたら確実になくすね。長谷川のファイター1買ってないのはアキンドさん。スナップフィットだし色プラで塗装、部分塗装で長谷川のファイター1。長谷川のファイター1買いましたよ。秋の長谷川のファイター1動画上げてますね。あれかっこよかったですね。あれかっこよかった。ミネルバと共に作ってますね。ハーピーも買ってるんだけど、あのハーピーはまだあの作ってないですね。秋のもそう、ハーピーをね、一般機仕様、一般兵仕様のカラーで作ったらかっこいいんじゃないかなと思うんですよね。あの、ノーマキの赤いやつもいいんですけど、なんか一般機、バルキリーの一般機ってグレーじゃないですか。グレーでなんか原用機っぽく作ったらかっこいいんじゃないかなと思うんですよね。そうそう、クラッシャーズシリーズはね、とか愚痴を言いながらグラディウス分の、グラディウス5版のビッグパイパンポチったんですね。なるほど。ね、かっこいいですよね、この機体。これかっこいいですよね、このプラモ。ね、翼担当いくらなくそうが、いくら翼担当なくそうが、かっこいいもんはかっこいいって感じですよね。はい、戦闘機かっこいいな。いやー、飛行機もまた、またじゃねえけど、飛行機も作りたいですね。で、この排気ダクトみたいなパーツの中にも、パーツがつくんですね。うん、楽しいな、飛行機。飛行機のプラモって楽しい。楽しいですね。ミネルヴァも楽しかったもんな。楽しいですね、飛行機のプラモってかっこいいんですよね。飛行機自体がかっこいいからかっこいいんですよね。ちょっと筋彫りを、筋彫りが薄いですね。筋が薄いですね、全体的に。これ掘り直した方がいいですね。筋彫りは掘り直すべきですね。ここがね、筋彫り入ってるんですけど見えない、薄い、筋彫りが薄い。これか、このパーツが、このパーツが順番につくんですね。2番、3番、3番って上、これか。3番、15番、15番、15番、7番。この順に、この順にはめていくんですね。この順番に、これインテークですよね。いわゆる、いわゆるなんか中のフィン。中のフィンみたいなものですね、これ。はめちゃったらでも取れなくなるんじゃないか、これ。はめちゃったら取れなくなっちゃうんじゃないか。中まで押し込んだら後で再式できなくなるような気がするんですけど、外さなあかん。まあ外せるか。外せますね。これが、これがあれになるんですね。フィンになるんですね。フィンというかその。こんな感じ。かっこいい。かっけえ。で、これが、これがこれよくて、あとで外さなきゃいけませんね、これ。
これで後ろ側に、後ろ側にどれだ、これか、 B の B の11、これか、これがついて、仮組加工、これ上さん後から外せなくなるんですかね、後から外せなくなっちゃうのかな、ここで組んじゃうとあかんのかな、ダメなのかな、ん、この設計図もよくわかんないな、こうこうでこう B11 と C20 を上から見た C の 20C の20ってことこれか、 C の20、うん、C の20ってこと、あ、これだ、これは後はめにできないのかな、はめちゃったら外せない感じですね、はめちゃったら外せなくなる感じ、ね、はめちゃったら外せなくなる感じですね、ね、はめちゃったら外せなくなるパーツについてやることは一つですね、ピンバイスで穴開けましょうか、後から抜けるようにしておきましょうか、これこうだから、そうですよね、後から抜けるようにピンバイスで穴開けます、ピンバイスがね、 A ランクの道具の中にピンバイスがないですね、でもピンバイス使うよな、A ランクの道具の中に入れましょうか、これ A ランクだな、これは、ここに穴開けますね、後から抜けるようにしておきます、あ、ベルチャーさんこんばんは、私も今から私も今からハンマーハンマーをガチで長期にわたり作ります、なぜかガチ作りですか、ソアさんのガチですか、ソアさんのガチ工作ですか、こんなんができるんですね、物ですね、それはちょっと、それはちょっと楽しみですね、後から抜けるように開けてきますね、後から押し出せるように、押し出し穴を作ってください、まあ、あれか、最悪抜けなかったら後ろから穴開けばいいのか、後ろから穴を開ければいいのかな、そうですね、パーツはめても後からこう押して抜けるように、抜けるように出します、押して抜けるのってでもそんなにきつくはまらないですね、これそんなに思ったほどきつくはまらないぞ、逆に弱いぐらいですよね、これ
に弱いのか、それともちょっとゲートが残ってるのかな、これ。なんかハマりが悪いですね。ハマりが思ったより悪いぞ。明日レトロ自動販売機のうどんそば、レトロ自動販売機のプラモってことですか、それ。なんか見たことあんな、なんか広告で見ましたね。レトロ自動販売機のプラモってあるんですよね。あれ、このハマりが悪い、なんでだろう。ハマりがめちゃめちゃ悪いですね。なんだこれ、何がいけないの、何がいけない。あ、落ちますね。なんでだろう、作っちゃったからかな、緩くなっちゃったんですかね。落ちちゃうの、なんだこれ、なんで落ちちゃうの。ゲートがあってはまってないのかな、こっち。あ、掘っちゃう。あれ？あれ？あれ？なんだこりゃ。なんだこれ。向きが違う。合ってますよね。合ってますよね、これ。合ってるよね。ここはハマりが甘いのは、ダボ穴かなんかを作っちゃったせい。ね、パチッとハマんないですね。甘いな、これ。ハマりが。浮き穴をつけてしまったね。ね、これつけなくても弱いですね、これ。なんかハマりが弱い。パーツがちっちゃいですね。こうしてパーツがちっちゃいな、これ。ね、これ取れますね。ちょっとハメは後にします。ちょっとハメ加工しといて。このインテークが外れやすいですよね。よし。じゃあ反対側も作ります。ちょっとね、インテークのパーツはね、入れずにいますね。これどっちみち後から外さないといけないので、インテークのパーツはちょっとこっちは入れないでおきますね。筋彫りが浅いですね、これ。折らんといかんな、後で。筋彫りが浅い、折らないといけないですね、後で絶対に。お漬物切ってきた。お腹すいた、やばい、腹減ってきた。良くないですね。このライブやってて腹減ってくるっていうのは良くないですね。頻度がライブやってる時に腹減ってくるとやること一つですよね。お酒飲むことしか考えなくなりますよね。お酒飲むことしか考えなくなる。いかん、いかん。ダメダメダメだ、ダメだダメだ。悪魔のささやきが、悪魔のささやきが。居酒屋モードになっていく、居酒屋モードになっていく、このおっさん。
手作り、あ、ぬか漬け。そういえばなんかあの無印良品のぬか漬けの元の話がありましたよね。あ、やっぱりこうダボ穴を作っちゃったから、あ、でもやっぱ取れやすいですね。取れやすいな。ちょっとインテーク、ここのパーツ入れずにいきますね。ここだけはちょっとこれ全部外さなきゃいけないんで、ちょっとはめずにいきますね。はい、で次、本体、やっと本体だぜ。結構時間かかります。なんかもっと早くパカパカ組めると思ったけど甘かったですね。もっとなんかパカパカ組めると思ったけど、ちょっとやっぱり勝手が違いますね。ちょっと勝手が違いますわね。あとゲート跡をよく見とかないと、これゲートなのかダボなのか分かんなくて削り取っちゃうパターンですよね。危ないっすね。これゲート跡かなと思ったらこれダボですね。危ない、よく見て切らないと。危ない危ないっすよ。これどこがゲートなのかよく見ながら切らないと。危ない、削り取っちゃいますね。これもダボですね。不用意に削っちゃいけないですね。化け物の子、あ、化け物の子やってるんですか。化け物の子ね、あれいい映画でしたね。化け物の子いい映画だったな。ね、役所広司さんがあの狼じゃないな、あれは何て言うんでしょうね。狼じゃなくて、化け物なんですね。あれ化け物っていうのはちょっと表現があれですけど、あ、危ない。今パーツが飛んだと思った。危ない。ちょっと焦りました。すげえ焦った。これがこうですね。パチッと、あ、パチッとはまった。パッチリパッチリはまった。パッチリはまるけど、これ、あ、割れた。なぜだ、今の圧で割れたの。やってもた、割れました。やっちゃったよ。これどうしたらいいんだろう。あ、行きましたね。行ってもた。はめた圧で割れたのかな。来ましたね、これ。やっちまったぜ。どうしよう。やっちまいましたね。はっきり来ましたね。わー、割れちゃってる。割れちゃった。狼子供。そう。狼子供ですね。割れちゃった。なんで割れちゃったんだろう。割れちゃいましたね。割れちゃって、しかもこれ元に戻らないんですよ。ダボのせいだったのかな。この出っ張りが良くなかったんですかね。やっちゃいましたね。サクタさん、あーってやってまいりましたね。これどうしたらいいんだろう。福島か。あー、でもなんとかなりますよ。だってこれ
このパーツにくっつくからね、なんとかなるっちゃなんとかなりますよね。見えない、見えないふりしたらこれ割れてるの分かんないですよね。割れてるの分かんないですよね。これ分かるわ分かるわ分かるわ。思いっきり光が入るとね、割れ目がほら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 、割れ目がほらこうやると分かんないんですけど、この角度からなら分かんないんですけど、この割れ目のとこにね光が当たるこの角度だと、まあ、はっきり分かりますね。割れてるのにゃーんにゃーん、やっちまったぜ、ね、この角度から見るとよくわかるでしょう。こう縦から見るとわかんないんですけど、こっちから見るとね割れてるのがよくわかるんですよ。しゃあねえか、これはちょっとリカバーしようがないですね。接着剤つけても消えないですよね、この割れ目は。きっと瞬接かなんかで固めちまえばいいのかな。接着剤でくっつけたら分かんなくなりますね。ダメか。そう、クリアパーツがね、伊集院さんパッキリいっちゃった。多分ね、はめるときにテンションがかかったんだと思うんですよね。はめるときに多分ここね、テンションかかったんですよ。こうやって見てる分は全然分かんないんですけど、こう横にすると割れた面がちょうどね目に入る。塗装でごまかすね。これなんかうまいことやったら消えそうな気がするんですけど、接着剤でくっつけたら消えねえかな、ね、瞬接とかでくっつけたら消えるんじゃないのかこれね。キャノピーだったらもうアウトですよね。キャノピーだったらアウト。これなんで割れたんだろう。でもちょっとあれですかね、ダボがゲート跡があったのか、テンションかかったんですね。ちょっとパッキって割れましたからねこれ。うん、あ、しゃあねえ、まあ、終わったことはしょうがないですね。やってしまったことはしょうがない、やってしまったものはしょうがない。このパーツもなんか怖いな。これもなんか書いてある、なんか書いてありますね。7と同様に組みます。7って何。あー、これもはめてから切るタイプですね。はめてから切るタイプ。あー違う、この先ですね。この先にもつくのかよ。怖くてはめられないキャノン。これはさすがに割れないですよね。これに割れるんだろう。割れないけど、これ外れ、割れないけど、後から外れなくなるかな。ちょっとあれかな、ちょっとこれクリアパーツが飛び出るんですかね。いや飛び出ない、飛び出ないけど、最後まではめるともう二度と外れなくなる感じなんで、これぐらいでやめときますね。最後の最後にはめよう。あかんわ、あかん、ここのクリアパーツあかん。最後の最後にはめますね。そうしないと、最後にパチンと奥まではめるようにしますね。そうしないとこれ取れなくなります、ね、消えない、断面は消えない。中にひびじゃ厳しいね、見なかったことにすれば、そういう見なかったことに、ね、見なかったことにすれば、見なかったことにすればただのクリアパーツなんですけど、こうやって回していくと分かりますかね。こうヒビが入ってるのが分かるんですね。ここにヒビが入ってるんです。これがね、こうやると分かるんですよ。こっちから長いのとあまり分かんないんですけど、こうやって回すと割れてるとこは分かるんですよ。分かっちゃいますね。しゃあない、諦めよう。青井さんこんばんは。自分が見に来たと。破損事故ですわ、破損事故、事故ってますわ。まあしょうがないですね、まあ、しょうがない。
考えてもしょうがない。 C の2考えてもしょうがない。まあでも最近なんか珍しくトラブルですよね。最近なんかあんまトラブルなかったから珍しいトラブルですね。珍しくトラブル、まあいいか。それもライブの花ですね。それもライブの花ってやってしょう。ああ、やっぱ割れてる、割れてるよ、外れちゃうよ。いや、ポロッと落ちましたね。ポロッと落ちましたね、クリアパーツが。ポロリ行きましたね。むー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 、しょうがないか。落ちましてもしょうがないですね。もう後ろ振り返らない。君は振り返らんぞ。それぐらいの失敗にくじけない。そんなんあれですよ、あの最後まで組み上がらなかったプラムに比べたらクリアパーツの一つや二つ大した問題じゃないです、ね、色付きクリアだから自作も難しい、ね、レジンとかで、レジンとかで作れないですね。まああの形状がいってしまったわけじゃないので、形状がいっちゃったわけじゃないんで、まあいいかなってね、こうもう一回割れるかな。なんで割れちゃったんだろう。はめた時のテンションですかね。なんで割れたんだろう。なんで割れちゃったんですかね。多分ね、これにゲートが残っててテンションかかったんですよね。うわ、これそもそもはめるときにちょっとテンションかかるんですよね、もともと。はめるときに、ね、テンションかかるんですよ、パーツに。そのテンションにこれが耐えきれないとパキッといく感じですね。もうここでやめておきましょう。はめるとまた割れますね。最後まではめると割れちゃうな。やめときましょう。アネピさんこんばんは。そもそもこのパーツよく見たアンダーゲートじゃん。これアンダーゲートですね、そもそも。ゲートじゃないですか、これ。はまるわけないですよね、これ。ちょっと奥まではめるのは両方とも最後の最後の仕上げの時だけにしますね。奥まではめると多分ね、割れるリスクがめちゃくちゃ高いですね。これちょっと引っ掛ける感じでやめておきますね。怖い、これ以上入れられない、これ以上入れられない、怖くて入れられない。クリアレジンで複製ね、もうパーツ請求かって感じですね。パーツ請求してもまとわれたりして、ね、ちょっとやっぱ綺麗に削ってからはめた方がいいですね。でも秋のクリアパーツが割れたの初めてですね。クリアパーツが割れたの初めてだな。割れるんですね、クリアパーツって。
リアパーツを割ったのは初めてですね。アンダーなのに無理にはめ込んだら割れる。そのせいなんですかね。アンダーゲートだから割れちゃったのかな。そういうことですかね。そういうことか。そういうことか。そういうことなんですね。そういうことですね。意外と手間がかかるぞこのプラモ。意外と手間がかかんぞこのプラモって感じですね。でもパーツはどんどんなくなっていってますね。パーツはどんどんなくなっていってる。パーツはどんどんなくなっていってるから完成は近いのかな。ワンライブでいける感じですかね。ワンライブで完成までいけるか。これが本体ですよね。これにどんどんくっついていく感じなんですね、パーツが。これにこうか。この辺なんかあれみたいですね。なんだこの違和感。ちょっとした違和感を感じるんですけど、これ。何この違和感。このゲートが引っかかってるのかな。このゲートが引っかかってる。ゲートなのかダボなのか。このちょっとした隙間は一体何なんだろう。このちょっとした隙間は一体。ああ割れちゃってるよ。割れちゃってるよ。外しときますね。怖い。ダメだ。こいつも割れちゃいそう。怖い。形はかっこいいな。形はかっこいいですね。で、これが羽がつくんですね。羽がついて。羽がついて、後ろがつく。後ろってどれだ。これが。12、13。これですね。後ろがついて、なんで外れちゃうのこれ。上から挟まないと。広い狭い。広い狭い。違うような
りが悪いですね。ここもちょっとハマりが悪いな。なんだろう、なんだこのハマりの悪さ。パチンとハマらないですね。いいのかなこれで、いいのかなこれで。若干クエスチョンマークと、なんかポロ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 落ちるんですけど、パーツがポロポロ落ちる。でもこれポロポロ落ちるパーツ微妙にはまらない。この子たち微妙にはまらない。うん、なんか微妙にはまらないですね。なんだこれ。なんかハマりが悪い。これ合ってるのかな。よくわかんないですね。よくわかんない。よくわかんない。わかんないな。なんかパーツがポロポロ落ちるんですけど、パロポロ落ちるんですけど、上から止めないとダメなの。上から蓋みたいなパーツつけないとダメですね。押さえないと全然止まんないな。こう、このパーツで押さえないと全然止まらないですね、パーツが。なんか挟み込むよりなんか後から挟み込む感じですね。後から挟み込む。これでいいのかな。ちょっと安定しましたね。安定したけど、結構ね、これゲーパーとかあるとたまんない。よいしょ、なんとかこれで安定したかな。で、これでキッシュが、キッシュのパーツがつく前にこれがつくのかな。パーツがここについて、で後ろのパーツ、これか。おお、なんか戦闘機っぽくなってきましたね。戦闘機っぽくなってきたぞ。戦闘機っぽくなってきたけど、全体的にモールドが浅いですね。浅い。モールドが浅い。このこうやってゲートアウト消してると、モールドまで行ってしまいそうですね。モールドまで行っちゃいそうだな。よし。で、これが。でこう、こうですね。
こうだ。おう、おう、おう、形になってきましたね。ちょっとね、外さないといけないので、思いっきり下までは入れないようにしますね。思いっきり下まで入れないようにしますね。おいで。1、1、これか。思いっきり入れると取れなくなっちゃうので、これが1、ね、これがこう、え、この前に、これか、これの後ろを切れって書いてますね。後ろを切れって書いてますね。はあ、はあ、これを切れって書いてますね。でっかいラボみたいなやつ、これを切れって書いてます。これがこう、ね、これ中なんですね。あってらっしゃる。これがここにつくんですね。これがここに。こう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 ですね。で、前のやつが、前のやつが、前、もうパーツがほとんど残ってないですね。前ってどれ？前ってどれ？前ってどれ？いいの4。んー、これが、これですね。これが、これもアンダー、これアンダーゲット。めっちゃアンダーゲット。めっちゃアンダーゲートのパーツに、これか12、これですね。この中のインテークのパーツもさっきみたいに、このなんか押し出しピンみたいなやつは、押し出しピンみたいなやつは切る。で、これを裏からはめて、こうか、こうですね。で、これをここにはめるんですね。あ、はまった。あ、こんな感じ、かっこいい。今ここでパコーンとはまりましたね。ちょっとね、あの、思いっきりはめてないんで面はちょっとあったないんですけど、こんな感じの成形式ですね。あ、かっこいい、かっこいい飛行機になっていく。ちょっとなんか変わった構造ですね。変わった構造やな、これ。構造変わってんの。なんかガンプラとかと違いますね、やっぱり。不思議な構造。そしてちょっとずつアンダーゲート。そしてちょっとずつアンダーゲートなんですよ、これ。ちょっとあれですね、本当に作成するときはちょっと合わせ目シビアな気がしますね。フィギュアメーカーからのプラモ。プラモさんってフィギュアメーカーなのかな？プラモメーカーなの？フィギュアメーカーさんですね。
かっこいい、かっこいいですね、この戦闘機のシルエット、かっこいいな、やっぱりイケメンですね、こいつも。イケメンやな、イケメンプラン。なかなかのイケメンですよ、こいつも。イケメンだぞ、こいつも。かっこいいぞ。これね、いろんなところのパーツがね、微妙にアンダーゲートなんですよ。アンダーゲートきちっと取らないと、なんていうの、カチッと組めないんですよね。カチッと組み付けないんですよね。そういう仕組みになっておりますって感じですね。アンダーゲートをね、ちゃんとこう削っとかないと、パーツがパコッとはまんないですよね。こんな感じで、なんだけどはめるときちっと、こんな感じ。かっこいい。ちょっとあのクリアパーツがないのはちょっと怖いってことでお許しいただきたいんですけども。で、あと尾翼か、尾翼、尾翼パーツですね。尾翼のパーツに、これか、縁取りみたいな。こいつも接着ですね、こいつも接着ですね。接着だ、接着だけど、だけど、あれダボが、これにはダボがないんだ。あ、ダボっぽいのがある。うっすらダボっぽいのがありますね。うっすくダボっぽいのがある。ちっちゃいダボがあるんですよ、これ。ちっちゃいダボがついてる。女のフィギュアで稼いで、戦闘機のプラモで開発機を稼いで。あとプラムさんって女の子のフィギュア作ってる場所なんですか。そうなんだ。プラムさんってね、プラムさんってそうなんだ、全然わかんないですけど、女の子フィギュアの会社なんですね。いやー、でもなんかこのね、プラモの中のもうシューティングゲームの戦闘機がこう形になるってかっこいいですね、やっぱり。かっこいい、めっちゃかっこいいんですよ、これ。めっちゃかっこいいわ。そしてエンジンのパーツですね、エンジンパーな。謎の押し出しピンがあるんですよ、これ。謎の押し出しピンパーツを切れたっていうシーンが。これが入り、これがこれに入るシーンですね。これを押し出すことによって接続してる感じなんですね。
そうですね。これがエンジン。エンジンパーツとしてここにつくんですね。ほほほほほほほ、ゲートガールド入らないぞ。ゲートが残ってると入らない。オッケー、エンジン。エンジンですね。で、多分下の側面に、ここに、インテークがつくんですね、きっと。あ、これだ。ここにつくんですね、これが。あの、まだ入れてないパーツありますけど、これが、ここにつくんですね。こうか。うん？こうですね。ここ弱いね。これがつくんですね、これが。こうですね。こう、ね。ちょっとこの辺接着しないと多分弱いですね。こう、ああ、弱いですね、ここ。弱い。弱い。弱いし、弱いし、ここが見えますね。これなんかはまるのかな、ここに。なんかここに何かはまってない気がするんですけど、何か入れ忘れてるぞ、これ。何か入るんじゃないか、最後。ここに入るパーツがあるはずですよね。うん、あるわ。ありますね。これか。これだな。これが入るんですね。これがここに入るね。あ、入ります。隙間空いてんなと思ったらこれですね。こうですね。おー、ね、この中のパーツって入れてないですけど、これはポーリしやすいな。これはポーリしやすいな。こう、ね、ちょっと溜まってませんけど、形になっていくぞ。で、これで終わりかな。いや、まだありますね。またあるの。またありますね。いや、飛行機いいですね。飛行機いいな。飛行機のプラモっていいな。これがミサイル。ミサイル。そのメーカー、ツインビーのプラモも出してる。あ、ツインビーも出てるんですね。なんでシューティングゲームにこだわるんだろう。プラモさん、シューティングゲーム好きなんですね。シューティングゲームの戦闘機を作るのが好きな会社なんですね。社長がゲーム好きなの。社長さんがゲーム好きなの。社長さんがシューティングゲーム好き。ね、この多分この飛行機系のプラモデルもね、作る人のなんていうの、人柄っつうか、その作る方のこのなんていうの、繊細さがね、きっと現れるプラモだと思うんですよ。キングダムみたいにすごい雑に作る人は、ね、雑に仕上がるんでしょうね、プラモが。よっしゃ、これで工程終わりかな。これで終わりっぽいですね。じゃあスタンド行きます。スタンド行くんじゃないですね。スタンド、スタンド行くんじゃない。スタンド、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 ス
こう？こうですね。これ棒ジョイントなんですよ、棒ジョイント。で、最後が E の位置。B、E、E けど最後に残ったパーツはどれだ？どれだ？これ？これ B ですよね。E の位置。E の位置ってどれだ？これだ。これです。このパーツがここに入って、で、これが、こうですね。で、こう。よっしゃー！これで完成。若干問題ありますけど、若干パーツがね、この辺余ってますけど、余ってたり、ちょっと割れてたりしますけど、まあでもこれで、これでシルエット的には完成なんですね。おー。なんかね、これ、ちっちゃいプラモかなと思ったけど、全部組み上がると結構な大きさですよ。いや、すごいちっちゃいプラモデルかなと思ったけど、全部組むとね、わかりますかね、価格に入ってるように。でも、飾るんだったらこれぐらいの大きさでいいですよね。あんまでっかいのは、場所取りますからね。これはこれでいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとパーツはまってないところ、皆さんご存知です。あると思いますけど、かっこいいですね。いやーかっこいいな、このシーン。これちょっと原油置きっぽく作りたいです ね、 ね、これ近づけると大きく見える。大きく見えるプランですね、これ。大きく見えるプランかな。ね、いいですね。これで大きく見えます。実はこれぐらいの大きさのプラモなんですけど、ね、いいですね。かっこいいな。実際からあの塗装に時間がかからない。ね、ゲームのなんかゲームのプラモってなんか上がりますね、気分が。かっこいい。思った以上にかっこよかったですね。いいですね。ね、ちゃんと最終的に塗装前提でね、組み立てればまた話は別だと思います。まあ、立ち組みってことで。本当はここにクリアパーツはまりますよね。うん、なんかシルエットがね、かっこいい。かっこいいシルエットですね、やっぱり。いいですね。ね、これはゲームのプラモですね。ゲームのプラモです。グラディウスっていうシューティングゲーム、昔のシューティングゲームに出てくる、機体ですね。主人公機なのかな、これは。うん、なんかミオさんがニヤニヤしている。ミオさんがなぜニヤニヤしているんだ。どっか折れてるのかな、これ。きちっと塗装したらすごいかっこよくなりそうですね。これ勝ち組でもこんな感じだからね、完全塗装したらめちゃめちゃかっこいいですよね。2P 用でもう一機、ね、かっこいいですよ。これ大きさはね、あのこれぐらいなんで、大きさの方はちょっとそんなに大きくないですけど、でもこうやって見るとね、大きく見えますよね。飾っとくにはちょうどいいサイズですね。ミネルバとかかっこいいけど、やっぱでっかいですからね、あれは。
これに比べると、ちっちゃいんですけど値段は同じぐらいします。この間のジャンクかっこいい。ただこの翼端パーツとかねが恐ろしくて、つける恐ろしいですね、つけるのが翼端パーツ。ここにつくクリアパーツがね、これですからね、ゴミにしか見えないですからね。これわかります、これゴミにしか見えないですよ、この先のパーツって。恐ろしい、恐ろしい要素もあるパーツですね。はい、ということで、無事にですね、無事なのかこれは、無事なのか、無事にですね、出来上がりました。無事じゃないけど出来上がりました。グラディウス、グラディウス4ですね。グラディウスの、グラディウスのやつ。はい、ということで、ね、意外とサクッと組めましたね。ビッグパイパー作るだいぶどれぐらいするのかな、時間的には、1時間40分ぐらいですね。結構時間かかりましたけど、出来上がりには満足ですね。出来上がりかっこいいですよね、これかっこいい、ね、戦闘機も作ってみたくなってるわけなんですけども、はい、ということで今日のライブね、これぐらいにしようかなと思います。またね、あの皆さんの作品も募集してますので、またあのね、ぜひ作品ご紹介のコーナーもやっていきたいと思いますんで、またね、アキンドル DM 送ってください。作品紹介もね、作品紹介もやっていきたいと思いますので、またね、ライブでご紹介する作品の方も募集しますので、ぜひ作品募集もやってますんで、よろしくお願いします。R タイプで地球を救うね、大切な、まず R タイプを。はい、ということで、作品の募集のね、告知もしたところで、今日のライブね、これぐらいにしていきたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今日のライブね、これぐらいにしたいと思います。はい、なかなかあの際どいライブでしたけども、大きなアクシデントもなく、あったようななかったような感じですけど、はい、ご視聴ありがとうございます。今日はね、ちょっと二次会やろうかなと思ってますんで、二次会一部の方、お待ちいただいている方は二次会ライブやりますんで、次ライブやります、はい、また覗きに来ていただける方は遊びに来てください。はい、居酒屋金でやります。ということで皆さんありがとうございました。